イタリ学館大学は、愛知県大府市横根町名高山55日本部を、く日本の私立大学である。1965年に設置された、大学の略称は次第、イタリ学館。創設時の校名は、中京女子短期大学で、後に、中京女子大学となり、2010年に、学校法人中京女子大学から、学校法人イタリ学館に法人名を変更し、大学院。 大学、短期大学部などの名称も変更した。系列校に、イタリ学館高等学校、イタリ学館大学付属幼稚園がある。大学に先駆けて、校名を変更していた高校の読みは、私学館だが、大学及び短期大学部、付属幼稚園の読みについてはすでに同じ読みの、志学館大学が存在していたため、高校と異なり、私学館となっている。 1998年度から大学院の健康科学研究科で男子学生の受け入れを開始し、2007年度からは人文学部でも男子学生を受け入れを決めたが、2010年までこれに伴う大学の名称変更は行わなかったため、全国で初めて大学院以外で名称に女子がつく男女共学の大学となり、2007年4月に6名の男子が入学した。 女子レスリングなどのオリンピック代表選手を数多く輩出しており、オリンピック3連覇を果たしている吉田沙織は2016年11月から2018年8月まで副学長を務めた。以前、中京女子大学という名称であったが、中京大学とは全く関係がない。人間力の形成、イタリ学館大学における人間力とは健康力、知的視力、 社会力、自己形成力及び当事者力の五つの力から構成されるものと定義し、これら五つの力を常じ、総合的に応用、展開することができて、初めて真の人間力であるものと考える。すなわち、真理と正義に基づく価値観と倫理観を持ち、広い視野と科学的な知識に基づいた自己実現とすべての人々の幸福のため、積極的に寄与、 貢献でできるる人間力の形成である学生自らが主体的に行動する機会を数多く設け、自らの大学は自分たちで作る。名実ともに学生が主人公の大学づくりを目指し、主体的な発想のもと、心身ともに健全でたくましく、生きる力、行動力、仲間愛に溢れ、そして諦めないで何事にもチャレンジする精神を持った学生を一人でも多く、 育てることを教育目標としている。内北前は岐阜県江名郡下下村の17代続く旧家の第四子、次女として生まれ、私立東京女子美術学校卒業後、愛知県第一市販学校付小学校訓導を務めた後、女性の自立のためには知識や技術の習得が必要であるという理念のもと、27歳で名古屋市に、 宗教裁縫女学校を創設し、女性の衣服、体位などの改善を考え指導者の養成を目指した。学校創立の1905年は日露戦争のただ中であり、女性が一家の大黒柱として、生計を担う必要性から、専門的技能を習得する意義が認知された時期であり、玉えは名古屋の女性は、衣生活に幼稚である、体格が良くない、 この2点を改善するために指導者を養成したいという、志を持っていた。1911年には、軍の経理畑出身の夫、内木英も経営に加わる。1922年に家事体操選考課を併設し、1936年には、オリンピック出場者を排出、戦前戦中の日本の女子中等学校における体操課上子教師の排出校となり、 スポーツに強い大学を形作った。中京女子短期大学、中京女子大学を設立し、1971年に学校法人、内木学園総長に就任。玉江の十枚であり、実定、内木和の妻でもある、越原春子は、玉江と共に女学校の経営に携わった後、夫と共に名古屋女学校を創立し、 その後日本書の女性衆議院議員の一人となった。ありがとうございます。